よっ。シャオ、何やってんのよこんなとこで。何やってんのって、仕事よ。仕事？座ってるだけじゃないの。美晴は大学どうなったの？大学？うん、全部落ちた。そう。ねえ美晴、うちの会社来ない？は？本気よ。会社ったって何すりゃいいのよ。実はね、美晴と一緒にやりたいことあんのよ。何？私ね、これから自分の夢は自分の手で叶えようと思って。へえ、どうしちゃったの一体。試合が終わってジンに会ったの。何？結局会えたの？そんなこと全然教えてくんなかったじゃん。ジン、その時私に言ってくれたんだ。本当に叶えたい夢があるんなら自分で叶えろって。ふん。今はジンは？すぐ旅に出ちゃった。なるほど、悲しいお別れがあったわけね。何よ。でもシャオってさ、昔から人に頼ってばっかだったもんね。あんた変わったわ。それでこれから何やんの？あれ、一緒に作って。もしも成功したら、みんな幸せになれるかも。しまった歴史は変わらんよ。まあちょっと修正されるぐらいが関の山じゃ。ぬはジーン、ダメよジーン、死のうなんて。俺の罪は決して許されるものではない。だからジン、お願い、死のうだなんて考えないで。ありがとう、シャオ。ジン、あんたよ、そんなこと。あれ、ここは？みんな早く行こう。今行く。はい。こんな平和な一日、ほんと久しぶりだな。あ、雨が来ます。え？突然降ってきたな。
何一人でニヤニヤしちゃって。いつかあの頃は楽しかったなーなんて思い出す日が来るのかなって。あの時ああすればよかった、こうすればよかったって後悔してたりして。何突然どうしたの？うん、ふと思っただけ。将来のこととかこれから自分で決めなきゃいけないこととかいろいろあるでしょ。まあね、自分が選ぼうとしている道が正しいのか未来にならないとわかんないし。それでいいと思います。え、何が？わからないことがいいと思うんです。迷わず生きよ、行けばわかるさ、有名なお坊さんの言葉です。なんか親父臭いな。でもいいかも。アリサはきっとずっと変わらないよね。私たちの絆もずっと変わりません。20年後にみんなでまたここに来よ。はい。20年後か、その頃どうなってるかな私たち。まず間違いなくおばさんになってるね。そりゃそうだ。あ、もしかしたらシャオはあの人と結婚してたりして。あの人って誰のこと？とぼけちゃって、ご想像にお任せします。こら誰？内緒。あ、見てください、虹です。あ、本当だ。よし、次行くよ。ところでさっきのあの人って誰ですか？行く。もういいよ。待ってよ。どんなことが待っているやら。迷わず行けよ、行けばわかるさ。どう？ただの女の子じゃないってわかった？D'accordo. Ti permetto di venire con me. やった！ Ma dovrai essere pronta. うん、わかってる。でももう迷わないって決めたから。 Bene. Era quello che volevo sentirti dire.